J リーグの舞台まだ経験してないですけど、ACL はなんか特別っていうか、雰囲気も違いますし、レフェリーの笛も違うし、独特な雰囲気があったかなと思います。うまく試合に入れなかったっていうのは自分の中であって、徐々に徐々に慣れていきましたけど、自分の強み、ヘディングの高さと強さっていうのは、相手のセンターバックが前に出てきたときに本当に発揮しなきゃいけないんですけど、そこがうまく勝てなかったのが課題ですし、もっと声を出してリーダーシップ発揮していればっていうのも戻ってこないことですけど、次に向けて俺が日々練習する課題が見つかったかなと思います。ホームで戦う中で、自分たちの技術のミスだったりが目立ってて、止めていけるができてないので、戦術だったりどうこうっていう前の話の問題が多くて、別に特に言うことはないです。相手はアーリークロスだったりロングボールが多くなるので、そこの、ライン設定だったり相手を前に置くっていうのは意識してて、失点の場面以外はそんなにやられる場面もなかったので、もったいないゲームだったなと思います。この試合もうちは勝たなきゃいけないので、次の試合はもちろん勝たなきゃいけないですし、マリノス戦すごい大事な試合がすぐあるので、今日の悔しさだったり不甲斐なさっていうのはピッチでしか返せないと思うし、また多くのサポーターが見に来てくれると思うので、勝ち点差を横浜で取って次につなげたいと思います。